読売ランドファミリーサークルでマザー牧場のチケットが手に入ったので来てみました。60周年を迎えたんですね。入場料、大人1500円、子供800円、同伴券700円です。団体20名以上、大人1200円、子供700円です。駐車料金、乗用車1000円、オートバイ300円、大型バス3000円です。営業時間、2月1日から11月30日まで、9時から17時、平日は9時半から16時半まで、12月1日から1月31日まで、9時半から16時、平日は10時から16時。休園日は12月と1月にあり、詳しくはお問い合わせください。2年間、入場フリーのパス券もあるようです。アヒルの大行進、面白いですね。じゃあ次はお姉さんにベルを鳴らしてもらおうと思うんですけど、今度はちゃんとまっすぐ戻れるかな。お姉さん、ベルお願いします。さあ次は違う方になると、今度こそお姉さんの方に一直線で戻ってくれました。ちゃんとね、ベルの効果を皆さんに披露できました。よかったです。ただベルの秘密を紹介していきますよ。なんでベルが鳴ったら味が集まってきてくれるのかというと、このベルもやっぱりご飯だったんですよ。アヒルたちが小さい頃からご飯をあげる前にこのベルを鳴らしてご飯をあげる、これを毎日繰り返したことにより、アヒルたちにとってこのベルの音がご飯の合図となりました。さあちょっと一話外れちゃった子がいるんですけど、お姉さんのこと見つけられるかな。見つけてもらってくれましたね。それでは本日は味の賢いところを見せていただきまして、あとはですね、たくさんのたけちゃんも紹介できたところで、本日2回目の味の大行進をこちらで終了したいと思います。それでは暑い中ではありますが、皆様最後までのご観覧どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ゆたちお部屋の方でこの後行ってありますので、ゆっくりクールダウンしてもらおうと思います。さて、皆様の出口は先ほど入ってきていただきました。入り口が入り口へと変わります。密にならないようご一緒にご利用お願いいたします。さらにこの後のイベントのご案内をさせていただくんですけど、この後羊の牧場で、羊の牧場に来ました。羊の大行進が始まります。
中日か木曜日かね、任せていただこうと思いますので。すごい、メイメイ泣いてますね。いや、すごい泣いてますね。普段はね、こんな感じじゃないので、ね、じゃあちょっと動かしてみましょう。はい、お願いします。はい、ではより近くで牧羊犬の活躍ぶりご覧くださいね。よく見ると羊たちは牧羊犬から顔を背けようとしてますね。睨まれるのが嫌なので牧羊犬がいない方いない方に動きます。今近くでご覧いただいている方わかると思います。牧羊犬は一切吠えてませんね。睨んで羊たちを誘導してますよ。さあ、ここで羊たちくるくる回っていますね。羊はですね、前にいる羊についていく習性があるので、こんな風にね、くる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 回ることもあります。牧羊犬がこうね、群れの外側を回っていると羊たちは外側に出ることができないので、くる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 前の羊についていくことしかできないんですよね。ただ見てください、真ん中の羊サボって全く動いてませんね。自分たちだけサボってますね。今日も珍しく羊たちめいめい泣いています。何を訴えているのかちょっと分かりませんがね。羊の大合唱も聞くことができましたね。さあ、それでは今日頑張ってくれた牧羊犬も一度ご紹介させていただきます。ストロングアイヘディングドッグのランです。お仕事中は一切吠えずに睨んで羊たちを誘導してくれました。そして今日このランと一緒に頑張ってくれたのがアグロドームの羊飼いロッキーでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、見事に250頭の羊たちをお降りしました。ランくんもね、ちょっと一休みでお水を飲んでおりますね。さあ、それでは羊たち性格上まで来てくれたので、ここからは皆様に体験型でお楽しみいただこうと思います。羊たちと触れ合って見ていただこうと思います。ちょっと今日は暑いんですけれども、ぜひウール 100% をね、感じてみてくださいね。さあ、では触れ合い始める前に注意点からお話しさせていただきます。まず一つ目の注意点なんですけれども、この中では走らずに歩いてご移動をお願いします。走っていいのは牧羊犬だけですね。皆様はゆっくり歩くようにお願いします。皆様が走ってしまうと羊たちも驚いてまた大行進始めてしまいますので、ゆっくり歩いてのご移動のご協力をお願いいたします。そして2つ目なんですけれども、お子様をお連れの方は手をつなぐか抱っこで一緒にご移動をお願いします。近くで見ると分かるように羊たちかなり体が大きいです。お子様に少しぶつかっただけで倒してしまうことがあるので、必ず保護者の方は手をつなぐか抱っこで一緒にご移動をお願いします。バンジー体験もできます。
け、そしてコンビの1時間から紹介していきましょう。まずこの牧羊犬の種類をストロングアイヘディングドッグと言いまして、ニュージーランドが原産の牧羊犬なんです。今は1頭の牧羊犬で4頭の羊を利用してくれているんですけど、この牧羊犬が1頭いれば約200頭の羊を誘導することができちゃうんですよ。皆さん近くまで羊の群れを連れてきてくれましたね。この牧羊犬、目力を使って羊をにらみつけて誘導するのが特徴なんです。最初に紹介した品種名にストロングアイと入っていたと思います。名前には強い目が入っているだけ、すごい目力をしているんですね。そんな認識でにらまれるとちょっと臆病な性格をしている羊たちは絶対に牧羊犬とは目を合わせたくないんですよ。なので常にお尻を向けて前に前に顔を走ったり、牧羊犬が向きを変えれば羊の動く方向を変えることもできるんです。ただ牧羊犬も勝手に動いているわけではなく、羊飼いのお兄さんの指示に従って動いていました。お兄さんは右に回れや左に回れ、走るだったり回るなどいろんな指示を出していたんです。しっかりとその指示を聞き分けて指示を誘導してくれていました。そしてお兄さんは今声をかけて指示を出しているんですけど、他にはもう一つ犬笛という専用の笛を使って指示を出すこともできるんです。犬笛の方が人間の声が届かない遠くの方まで音を出すことができるので、離れていてしまった牧羊犬や羊の群れを動かしたいときに犬笛を使っていますよ。それではこの後羊の群れを放牧場の方に戻してもらいまして、今度は違う動物の誘導にも挑戦してもらいたいと思います。ちょっと羊の姿が出ている動物がやってきてくれますよ。さあ反対側から見えてきたのはヤギの群れ、続いても4頭のヤギがやってきてくれました。さあヤギもやっぱり羊と一緒で牧羊犬とは目を合わせたくないので常に前に前にと走っていくんですけれど、ヤギの方がちょっと賢くて羊よりもマイペースなんですよ。なのでヤギの方が誘導は難しいと言われますが、今日は4頭のヤギの誘導も頑張ってもらいましょう。さあ牧羊犬後ろに回り込みました。そうすると皆さんの近くでヤギの卵を完成させてくれました。拍手ありがとうございます。すごいですね、ヤギの卵が出てますよ。ただこれも遊んでるわけではなく、牧羊犬お仕事をしてくれていたんです。このようにまとめると私たち人間でもじっくり観察できるようになるので、健康チェックなんかの時にとっても便利なんですね。ではまたヤギの群れもお部屋の方に戻してもらいましょうか。さあ見事なコンビネーションで4頭のヤギお部屋に戻してくれました。では改めて活躍してくれたコンビを紹介していきますよ。牧羊犬ストロングアイヘディングドッグのナック、そしてまた牧羊犬の次回はロッキーでした。ゆっくりお部屋で休憩してもらいましょう。これからはモーションをお兄さんと一緒に進めていきますよ。ではお兄さん、こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、さあ、牧羊犬の仕事いかがだったでしょうか。よかったですね。はい、さあ、結構ね、今日はね、暑い中ではあるんですけどね、頑張って羊とヤギを連れてきてくれました。はい。はい、ではこのショーではですね、マザー牧場に住んでいるいろんな動物たちがこの後やってきますので、はい、早速、次の動物呼んでみましょう。はい。まずはね、走るのがとっても得意な動物の馬を呼んでみましょう。お願いします。はい、はい、はい。さあ、馬の鳴き声が聞こえてきましたよ。まずはやってきてくるのは、ポニーがやってきてくれました。これの子供の最初なんです。このポニーが皆さんに手を振ってくれました。今度は右も振ってくれましたよ。馬ってとっても賢いですよ。一度覚えたことは忘れないと言われているんです。こうやってお手の通りの2人いろんな剣を覚えることができています。お兄さんに剣をしっかりと本気に剣をしてくれました。ラブラブですね。さあ続いてはすごい顔になってますよ。綺麗な歯並みとペロッとメモも出してくれましたね。では続いてはかっこいい技に挑戦してもらいましょう。よいしょー。さあ見回しで街にまた発表して見せてくれました。もう一度やってくれるみたいなので、皆さんよろしければカメラを準備してお待ちください。これ大技なんですよ。
飛ばしたおじさんとコミュニケーションを取りまして、では頑張ってもらいましょう。いけるかな。せーの、よいしょー。2回も長く姿を見せてくれました。続いて後ろからちょっとすごい格好でやってきてくれたのがロバです。ロバも実は賢いんですよ。長い道のりを覚えることができるんですね。そんな一度分の道も忘れず、その分荷物を乗せて歩いてくれる力持ちな動物なんですね。ではまず最初にやってきてくれたのはポニーのパート仲良しロバのロバートでした。ロバの登場がなんか独特でしたね。顔がすごく尖ってましたね。さあ、またね、馬の立ち姿もね、なかなか決まってたと思いますね。はい、はい、では次はとってもマイペースな自由な子を呼んでみましょうね。お願いします。はい、おいでー。ポニーがどっか行っちゃったり、かなりマイペースな子が多いんですけど、続いてやってきてくれたのがミニパターです。ちょこちょこと可愛らしく走ってやってきてくれましたよ。さあ、そして今尻尾を振ってるの見えたかと思いますが、他は感情表現が犬と一緒なんですよ。あとは犬並みの機能があるので、こうやってお座りだったりお手とタッチ、犬にできる技を覚えることができる、実は賢い動物なんですね。さあ、そして最初にミニロバを紹介しました。ちょっとロバにちょっかいを出されてしまったんですけれども、ロバは大丈夫かな。さあ、そしてミニ豚と紹介しました。豚の中で体重が100キロ以下の豚をミニ豚と呼んでいるんです。ちょっとね、お腹も出てきてしまったんですけど、この子の体重はだいたい50キロくらい。さあ、今お兄さんで回れという指示を出しました。そうするとゆっくりではありますが、1周目2周目も決めてくれました。では頑張ってくれたのはミニ豚のボーちゃんでした。はい、さあ、では次は、この勝負で、ね、最年少の動物を呼んでみましょう。お願いします。はい、いいです。さあ、牧場定番の動物、牛がやってきてくれました。シラフの牛、オルスタイですよ。ちょっとつまずいちゃってましたね。さあ、そしてお兄さん、最年少と紹介していました。皆さん、この子何歳だと思いますか。この牛何歳でしょう。わかってるかな。ちょっと答えが聞こえてこないので、正解を発表すると、生まれて2ヶ月の子牛なんです。全然2ヶ月ですよ。そしてホルスタインはミルクを出してくれるのが特徴です。1日に1頭で20から30リットル出してくれるので、瓶の牛乳をだいたい100本ほど作れるようになっています。では続いてやってきてくれたのはホルスタインのリノでした。はい、牧場の牛ですよね。この白い子かわいいですよね。かわいいですよね。さあ、では次はね、すらりとしたね、モデル体型の動物を呼んでみましょうね。はい、はい、いいでー。さあ、今度は今までちょっと小さくでした。今度は大きくなりましたよ。世界最大の子にガチョウがやってきてくれました。ただこの子はメスなので、まだ小さい子、オスだと首を伸ばせば2メートルほどまで、お兄さんが一生懸命手を上げても、そんなところからでも余裕でご飯食べることができちゃうんですよ。ただ大きいだけではなくて、とても目がいい動物でもあるんです。ガチョウの視力は人間に例えると 25.0 あるんですね。いろんな動物の背中からも上手にご飯を食べてくれました。じゃあ、あとガチョウといえば、なんといっても足の速さが特徴になってくるんですけど、二足歩行の動物で一番速く走ることができちゃいます。時速70キロで走ることができて、50メートル走を本気で走れば3秒で走り切れちゃうんですよ。ちょっと音楽も変わって、ちょっと追いつくと電動機も見えますが、人間だとなかなか追いつくのは難しいですかね。では頑張ってくれたダチョウとお兄さんに拍手をお願いします。では皆さん、いろんな仲間たちがやってきました。この賞、次でね、もう最後になってしまうんですけど、はい、最後はね、ラクダの仲間を2種類紹介しましょう。お願いします。はい、おいでー。さあ、2種類同時にやってきてくれますよ。ラクダとアクロバさんがやってくれました。まず最初にまずやってきてくれたのがラクダ。
も温まってて、その息を取ることができるんです。では最後にやってきてくれたのは、ラママポコとアルパカのナイでした。では7動物やってきてくれました。もう一度全部の動物に登場してきてもらいましょう。みんな集合。この後ヤギの群れとウツシの群れも登場してきてくれますよ。では改めて動物たちの名前を紹介していきましょう。皆さんのこと見てますね。ホルスタインのディノ、それと反対側ポニーのモア、ミニブタのポーちゃんと、他にしてお尻を向けてるのがラマのテノとアルパカのチェン、お兄さんの近くにロバのロバンとダチョウのエルフ、ヤギの群れとウツシの群れ、この2種類の群れ、目力を使って融合してくれました。木曜ケープストロングリングラスのマルケン、このように皆さんに楽しく動物たちを紹介してくれました。また牧場の羊飼いはロッキーでした。牧場名の由来、マザー牧場は産経新聞、東京タワーなどを創業した前田久吉が作りました。大阪の郊外にあった前田の生家は貧家で、お母さんはいつも口癖のように、家にも牛が一頭いたら暮らしもずっと楽になるけど、と言っておりました。このことが心の奥深く残っていた前田は、これからの日本にとって畜産振興が必要であることも考え合わせ、牧場作りに心血を注ぎました。そして今は亡きお母さんに捧げる牧場という気持ちを込めて、マザー牧場と名付けたのです。マザー牧場はアジサイがたくさん咲いてました。変わった模様のヤギですね。マーラ、いました。アヒルも可愛いですね。カピバラもいます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。